Zhang Hua was born during the Ming Dynasty into the noble Chai House, a family of warriors. Fatherless, she was raised well by her kind and protective mother. In time, she learned to use her mother's Chinese sword to practice ancient techniques. Though her mother passed away at a young age, Zhang Hua continued to devote herself to the sword, and in time, became proficient enough to do her family's name proud. Her life, however, was on the verge of taking a sharp turn. シャンフェイが亡くなってもう随分になるな。はい。お前にも苦労をかけたが。ううん、私あんまりそういう風に思ったことはなくて、今でも時々母さんの言葉を思い出すんです。運命は自らの手で切り開くもの。その剣で揺れ動く未来を切り開きなさい。だから辛いことがあっても自分の手で何とかしなくちゃって思うんです。そういうところシャンファは母親によく似ているよ。剣の腕前もでしょ。そうだな。私は母さんから受け継いだこの剣で生きる道を見つけたいんです。うん。一家の他の者のように国に仕えることを望むのであれば、そのための道がないわけではないぞ。え？皇帝の親衛隊に志願するのだ。シャンファが本気ならばそのように取り計らってやってもいい。本当？この国は今南極に面している。これも時代の流れなのかもしれんな。だがチャイ家の名を背負うことになるのだ。半端なことは許されん。武術だけでなく知性、礼節、全てが試されるのだぞ。はい。頑張ってね、シャンファ。任せてよ。剣の腕なら誰にも負けないもん。怪我なんてしないでよ。試験はまだ始まったばっかりなんだからね。分かってます。あ、それはおやつの月餅。いただき、いっと。好きなだけ食べていいわよ。試験に受かったらね。まさか筆記試験があるなんて。しかもめちゃくちゃ難しくない？当たり前じゃない。昔からこういうのは苦手で。泣き言を言ってる暇があったら手を動かしなさい。メイメイのお兄さんって優秀な人だったんだね。そりゃあね。それがどこで何をしているやら。私が親衛隊になったらお兄さんを探してあげられるかも。そうね。そのためには月餅よりも先に試験問題を片付けないとね。はい。うわ、思ってたより人が多いな。まだまだ試験も序盤ってことか。まさか私以外にも女の候補生がいたとはね。あなたは？はじめまして、リャン・リンユーよ。チャイ家の方とご一緒できるとは光栄ね。はい、よろしく。お互いのことをよく知るには行ってお手合わせ願えるかしら。え？うん。さすがはチャイ家のご息女というところね。ありがとう。あなたと一緒に親衛隊に入りたいものね。共に正義を守りましょう。正義か。そう、正義は勝つ。はあ、
今日の訓練もきつかったな。ねえリンユ、一緒にご飯食べよ。シャンファ、食事の前に模擬戦でもいかが？え、これから？もしこの瞬間皇帝陛下が襲われたとしたら、あなたはどうするの？お腹が減ったなんていう言い訳は立たなくてよ。わかったよ。さすが私が見込んだだけのことはあるわ。技は多彩だけど基本は超本格派ね。リンユこそ、私の剣術は母さんから教わっただけだし。シャンファ、あなたに隙があるとすれば精神面よ。いくら技術が優れていても簡単に心が折れるようでは正義は守れないわよ。私だってやるときはやるもん。英雄の剣なんて本当にあるのかな。し、ここではそんなこと言っちゃダメよ。本当にこっちでいいの？この辺りは反乱もよく起こるって聞いてるし。出たわね、悪党ども、覚悟しなさい。見たか、正義は勝つ。なんとか勝った。でもリンユ、これって迷子ってやつじゃ。シャンファ、あなたは大きな勘違いをしているわ。私たちが道をなぞるのではないの。私たちの通った後に道ができるのよ。うん、お腹が減ったな。はい、お茶が入ったわよ。わーい、月餅。ありがとう、いただくわ。英雄の剣か、そんなに大事なものなのかな。命を懸けて探さなければならないほど。正義のためになら命を懸けてもいいわね。いいよね、リンユはまっすぐで。私はどうしたらいいのかな。自分でもよくわからないよ。あなたが仕官したって聞いた時は、あのシャンファが立派な志を持ったもんだなって感心したけど、そんなことじゃお母様が泣くわよ。運命は自らの手で切り開くものか。母さんいつも言ってたな。いい言葉じゃない。そう？ええ、あなたにぴったりだと思うわ。よし、ちょっとやる気が出てきたかも。ま、その調子で頑張ってね、二人とも。二人で一緒に、なんて虫が良すぎたかしらね。リンユ、私だって譲れないのよ。わかってる。ほら、構えなさい。でも切っ先が揺れているわよ、シャンファ。そんなあなたを倒したところで私に誇れるものはなくてよ。さすが、やるわね、リンユ。私、シャンファ、シャンファ、そんな顔しちゃダメよ。ほら、泣かないで。胸を張りなさい、堂々として。勝ったのはあなたなのだから。正義は勝つ、なんちゃって。そう、それでいいのよ。英雄の剣探索か。第三陣は親衛隊を使うというわけだ。ついに来たわね。これも避けて通れない道か。それなら運命は
自らの手で切り開くもの。その剣で揺れ動く未来を切り開きなさい。母さん、リンユ、見ていてね。私、やるから。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.